も小雪です。神木です。何ですか今の。まあ神木君、突然ですけども、はい、会いたい人っていますか？いますね、はい、僕は昔から言ってるのはワンピースが終わってからの小田先生にお礼を言いたいですね、うん、あ、それはもう読者の誰しもが思い描く夢の一つです、うん、そうですね。まあ身近なところで言ったら、僕は神木君と知り合ってもう結構経つんですけど、はい、会ったのって実際に3年ぐらい前です。そうですよね。それまでずっと LINE とかを交換してたんですけど、うん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 、だから会いたいうちの一人って神木君がまず入っていたんですよ。 ありがとうございます。今回長崎に会いに来たわけですけども、はい、それって会いに行けるって思えるから会いに行けるんですけど、うんうん、ワンピースの世界って二度と再会できない人とか多いと思いませんか？多い、うん、だからこのキャラとこのキャラは出会ってほしいっていう願望とか思いも込めて、うん、今日ランキングを、ね、作ってもらったんですけども、これね考えたんですけど泣けますよね。泣けますよね。ちなみに僕らも小雪チャンネルで前やってるんですけど、はい、僕のランキングが第3位トラファルガーローとコラソン、はい、第2位がカヤとウソップ見たい、で番外編としてテゾーロとステラ、はい、で僕の1位がボンブランノーランドとカルガラという組み合わせだったんですけども、渋いなぁ。どれも絶対見たい、でも叶わないものもあるんですよ。叶わないですね、はい、でもできることならこの2人を再会させてあげたいっていうの、うん、気持ちがすごくあって、はい、そう思ってワンピース研究家の神木君のランキングはどうなるのかと、はい、まあ3位からちょっと発表してください。はい、はい、これもね、すごく悩みましたね。お願いします。第3位はですね、はい、出会う可能性あると思って言いますけども、はい、ゾロとミスターワン、脱帽です。見たいんですよ。これ結構盲点だったかも。言ったら、ルフィとカタクリみたいな関係性でもあると思うんですよね。でルフィとカタクリって、まあ、合うと思うんですよ、うん。で、それのゾロバージョンですね、うんうん。ゾロの実力がですね、開花したっていうところだと思うんですよね。で、次会うとしたら敵じゃないと思うんですよ。うんうん、まあ、ゾロをサポートするような形で、共闘するのもめちゃくちゃ見たいなと思います。うんうん、見たいですし、はい、あの時は、鉄を切るっていうテーマがあって、うんうん、ミスターワンのおかげでゾロも強くなるっていう。だから、やっぱり再開してその強さを確認してほしいですよね。うん、でしかもミスターワンもミスターゼロ、まあ、クロコダイルと、はい、ただの上司と部下という関係じゃなくて、うん、過去を結構共有し合っているような意味深な間柄じゃないですか、うんうん、で新世界に来てるっぽいので、うん、まあ、どこかでは出会うんでしょうね、うん、確かにちょっと共闘っていうのはなかったんで、うんうん、楽しみですね。第3の刀みたいに刀が1本なんか敵にバーンって弾かれた時に、はい、三刀流の3本目に、うん、脱ボーネスがなってね、目の前で助けに来るみたいな熱い展開があってもいいなと思うんですよね。それすごくないですか？脱ボーネスも絶対強くなってるんですよ。なってますよね。あの時よりも、うん、全部黒糖になってたらどうします？体中めっちゃ焼けてレルホさんみたいな。そうそう。あ、全然あり得る、はい、スパスパがもう全部クローンみたいな。そうそう、すごい、それめっちゃ強いと思うんですよね。強いですよね、うん、なるほど。はい、ということでじゃあ続いて第2位は、第2位はですね、これはね、まあ、ルフィを知るその2人に会ってほしい、うん、どんな会話をするんだろうっていうところで、はい、レイリーとクロッカス。今だったらどういう話をするんだろうと。もちろんロジャーの背中をずっと見てね、一緒に冒険してきたわけですけど、ルフィっていう存在を二人とも知ってるわけじゃないですか。ルフィのことを絶対話すと思うんですよね、二人で。話す。で、ロジャー船長みたいなやつがいたよっていうのでいっぱいやると思うんですよ。やりそう。それをね、めちゃくちゃ見たいんですよ。見たい。見たいし、投薬の前なんかの時にポロッと話すけど、はい、すごく感動しちゃってて、はい、うんうん、ロジャーの意思を継いだそのブルーを、うんうん、双子岬、つまりグランドアイの入り口に一人立って、うん、で、途中のシャボンディ諸島で一人待ってるっていうのは、もう決められてたのかな。役割が、うんうん、だから2人とも役割を終えたからこそ、うんうん、ようやく俺らも終われるな、うんうん、みたいな会話をしたらちょっとゾクッするみたいな。だから白ひげの中継を見て、うん、いったか白ひげって、うんうん、ちょっと何て言ったように、はいはい、時代が移り変わっていく様っていうのを2人で晩酌したらちょっといいかなっていう。トライ君たまにそんないいこと言うんですか？そう、あ、本当にね、一回ぐらいなんか、はい、誰しもが考えつかないないいこと言うんですよ。そうすれば、クロッカスさんも双子岬にいる理由もわかるし、うんうん、レイリーもあそこで隠居した理由もわかるじゃないですか、うんうん。なるほどなって思っちゃって。なるほどね。はい。ですね。そうです。だからこの先、ルフィが最後の島に向かう途中にも、うん、誰か海賊が来るのそこに待ってるかもしれない。うん、いいですね。はい。ギャバンとか。そう、ギャバンとか。ギャバンとかね。なんかちょっとゾクゾクする、ね。ゾクゾクする。はい。なるほどな。はい。じゃあ、続いて、番外編をここで。はい、番外編ですね。もう夢の共演ですよ。今、はい、一番熱いじゃないですか。はい。ロジャー、オデン、ルフィ。三人の、まあ一回ジャンプの表紙になりましたよね。はい、なりましたね。乾杯をしてましたけども、はい、あのね、三人っていうのはすごく似てるじゃないですか。似てる。もう自由奔放で、まっすぐで、まあ本当に自由ですよね。うん、
自由を体現したような各土地っていうかね、各時代に生まれた人たちが、その3人が合わさったらどんな話をするんだろうと思って、で、めちゃくちゃ楽しみなんですよ。はいはい。がちょっと番外編に持ってきましたね。なるほど。でも本当にありえないからこそ期待する部分ってありますよね。喋るのかな、うん、ほんとしょうもないことを喋るとは思うんですけど、はいはいはい、知りたくないんでルフィは先のこと。そうですよね。でもロジャーとそもそもルフィは同じことを言ってるわけですから、うんうん、そのこととかを多分話すんでしょうね、うんうん、あ、お前もかみたいな。ですよね、うん、直接ね話して知るっていう展開。そうですよ ね。ルフィにとっての目標ってもうシャンクス一択なんで、うんうん、ロジャーっていうところを目にされてどうなるんでしょうね、うん、それはちょっとなんか見てみたい。そうですね。うん、じゃあ、栄えある第1位の合わせたいキャラランキングお願いします。1位はですね、本当に合わせたいけど叶わないっていうやつなんですけど、無理なやつですね。ニコ・ロビンとニコ・ボルビアですね。本当にね、合わせたい。もう、これは、もうなんか、無理って分かってるだけにしんどい。しんどいですよね。これは。うん、もう本当にね、いろいろ過去編って今までたくさん挟まってるじゃないですか、ワンピースの物語で。一番悲しいと思ってるんですよ。うん、ニコ・ロビンの過去編がですね、8歳で本当に知ってる人ね、頼ってる人もみんな殺されて、一、うん、人で船に乗せられて、知らないとこにね、行かされる。うん、そして出会うのが、カメゼニーとかいう、あのばあちゃん。ずっと言うやん。とかね、本当にかわいそうなんですよ、ロビン、過去がね。そこのね、そんなに悲しい思いをしてしまったそのロビンとボルビアですよね。うん、もう会ってほしいなと思うんですよ、めちゃくちゃ。ですよね。なんかロビンが、バックワークさん入るときも、うん、何でもします。はい、組織に置いてください。うん、あの顔が僕すっごい忘れられないんですよ。であの顔をしてて、今麦わらの一味たちとなんか冗談をしてる時に、うんうん、後ろで笑ってるじゃないですか。笑ってる。それがめちゃくちゃ好きなんですよ。そうですよね。もうあれがめちゃくちゃ好きで。だからそれはですね、ルフィと出会ってよかったなと思うし、今までもなんかちょいちょいロビンらしくない描写が好きだったんですよ。なんか嫌だ汚いベタつけたりとか、うんうん、そのことするんだとか、なんかえっていう顔とか面白かったんですけど、もうより一層なんかルフィたちに心を開いていくのが、うん、もうここずってこう続いてた時に、ね、本当に心の底から笑える日が来ると、うんうん、それが楽しみ。楽しみですね。オルビアを、そうだな、オルビア本当に一瞬、こうね、最後は会っただけですからね。そうそうそう。はい、悲しいわ、あんな。うちも子供いますけど、うん、やるせないですもんね、あんな。それ、オルビア側からしても切ないですよね。うん、お母さんですかって言うっていうのに違うって言わなきゃいけないって、うんうん、どんな心境なんっていう。悲しすぎる。悲しすぎますよね。会、うん、ってほしいんですよね。そうですよね。うん、まあね、その過去の不幸に、その差はないと思うんですけど、言うてもロビアもう30歳なんで、はい、やっとここに来てルフィたちと出会えたことって、うん、なかったっすね、ここまで多分。うん、これがじゃあ第一ですか。そうですね。いやー素晴らしい。はい。でこれは人の親だからっていうのもあるんじゃないですか。うん、そうですね。ちなみに4位5位とか言えなかったやつってなんかあります。はい、あ、はい。ちょっとこれ被っちゃうんですけど、はい、やっぱねウソップとカヤ。ああ僕が2位。はい。合わせたいですね。っていうのもなんていうかね、ワンピース史上一番ピュアな恋愛だと思うんですよ。うん、ああ。ハンコックがルフィを思うのももちろん大好きなんですけど、うん、だからまあちょっとキャピキャピしたような感じじゃないですか。なるほどなるほど。あのねカヤもちろん言わないし、そういう描写っていうのは暗示してるだけなんだけども、うん、ウソップを思ってるじゃないですか、うん、でウソップも多分思ってると思うんですよね、はいはい、なんでその2人が会った時ですよね、うんうん、もう少女漫画ですよあれは、うん、見たいなと思いますね。見たいですよね、うん、でもカヤほど病弱で、うん、なんか新世界に来るってイメージはないんですけど、うん、仮にその無限の一味がまたイースボに戻っている時に、はい、まあ、勇敢なる海の戦士になって、うんうん、そこを助けてくれるのが直してくれるのが、うん、なんかカヤであってほしいみたいな願望があるんですよ、うんうん、すごく海の戦士ってこう人から呼ばれるようになってるのに、あの平和なイーストブルーのちっちゃな村にいるっていうのがめちゃくちゃかっこいいと思います、ね。かっこいい。なんかもうその後っぽいですよね。その後っぽいし。伝説っぽいです。嘘みたいな本当なんですよ。永遠としてそうっていう。うん、いやお似合いだなあの二人は。本当にお似合いだと思う。なるほど。どうですか。ちなみに東野くんのランキングちょっと言いますと、はい、3位が銀とサンジだったんですよ。はいはい。まあ確かにこれもっていう。で2位がゾロとリューマ。はい、はいはいはい。なんかちょっと雲行きが怪しくなってきて。で、番外編。うん、ジンベイ、ハク、ナミュルって、もうよくわかんない、どうぞ。ナミュル言いたいだけですよね。ナミュルが言いたいだけなんですけど。で、1位がエース&サバ&ルフィでしたね。お気に入ったな。お気に入ったんすよ。東野くんお気に入ってるな、これは。そうそう、そういうずるいことも一応で。はい。皆さんの中の再会させたいキャラは誰でしょうか。もしよかったらコメント欄に書いて教えてくださいませ。まあ、たくさんいますね、そうか。いますね。はい。ぜひ教えてください。もちろん、これが高評価次、1500以上いきましたら、はい、また違うコラボ相手の方にも聞いてみて、ランキングを作っていきたいと思いますので、今すぐ続きを見たいよって方は高評価、そしてチャンネル登録してください。そして僕スーパー神木貫太さんの方にもゲスト出演してますので、そちらもリンクから絶対見に行ってください。絶対やで、絶対やで。ではバイバイ。あーあー。
もう全然あかんやん。やばい。やば。いややばいけ。もうあかんわ。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんでもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は、小焼きじゃん。